タレントのリューチェルさん死亡。彼を死に追いやったバッシングの数々と社会の闇の関係性とは。こんにちは、スコープ芸能です。芸能界お茶の間に激震が走る出来事が起こりました。タレントのリューチェルさんが亡くなったそうです。そんなリューチェルさんの生い立ちやこれまで亡くなった経緯について調査しました。最後までご視聴お願いします。まずリューチェルさんはどのような家庭環境で育ったのでしょうか。リューチェルさんの家族構成や出身地、実家住所を見ていきましょう。父親、アメリカと日本のハーフの父。母親、外国人っぽいが純日本人の母。長女、元芸能人で現在アパレル業界で働く姉。長男、元スナック経営者でイケメンの兄。次女、一般人で可愛らしい顔立ちの2番目の姉。三女、超美人で沖縄でヨガスタジオを経営する3番目の姉。次男、リューチェルさん本人で5人兄弟の末っ子の弟。そしてリューチェルさんの出身地は沖縄県宜野湾市です。リューチェルさんは幼少期を屋上付きの3階建ての一軒家で過ごしていました。リューチェルさんは宜野湾市立宜野湾小学校を卒業していることから、実家住所は宜野湾市の神山周辺にある可能性が高そうです。また実家の前には普天間飛行場があり、ヘリコプターや飛行機の音がとてもうるさい環境にあったことをリューチェルさんが明かしています。リューチェルさん自身も米軍基地の危険と隣り合わせで育ちました。そして沖縄の中でもリューチェルさんは普天間基地のある宜野湾市の出身です。今も米軍基地があるから戦争を身近に感じます。宜野湾市にあった自宅前には普天間飛行場があり、ヘリコプターや飛行機が爆音を響かせて飛行するのは当たり前の光景でしたと振り返っています。そしてリューチェルさんといえば2022年8月にペコさんとの離婚を公表し、その後リューチェルさんが語る父親論や父親像が炎上しています。リューチェルさんはペコさんとの離婚に至った理由として、世の中の人が思い描く理想の男性や理想の夫というものと本当の自分との差に苦しくなってきたからと心境を明かしていました。しかし人生のパートナーであり、かけがえのない息子の親として幸せを守りたいという気持ちから、夫婦関係は解消してもこれまで通り家族として同居する選択をしたそうです。しかしリューチェルさんの語る普通とは異なる父親論に批判の声も多くありました。そんなリューチェルさんですが、芸能界から干されたという噂もありました。そして干された理由は複数あると噂されていますが、3つの理由を見ていきましょう。干された理由1、タトゥーで炎上。2018年8月にインスタで妻ペコの名前とご長男リンクくんの名前をタトゥーで入れたことを明かし、そのことで世間から批判されました。その時のコメントがこちらです。それなりに予想はしてたけど、こんなにも偏見されるのかと思いました。こんなに偏見のある社会どうなんだろう。仕方ないよね。ではなく、僕は変えていきたい。僕のお父さんも僕が生まれた時背中に龍を入れました。僕は一度も嫌な思いをしたことがないし嬉しかったです。不自由をしたこともないし、ママからもパパからもたくさんの愛をもらい育ててくれました。だから僕自身偏見も何もありませんでした。それも大きいかもしれません。この体で僕は大切な家族の笑顔を守るのです。なのでこの体に大切な家族の名前を刻みました。隠すつもりもありません。でも意地でも出したいわけでもありません。自然に生きていきたいです。偏見がなくなりますように。干された理由に、藤田ニコルエさんの言葉で大炎上。テレビ番組行列のできる法律相談所に出演した時に、藤田ニコルさんからチェルチェルビームはニコルンビームの真似をしていると指摘された時のリューチェルさんのコメントが、あ、それしかないから怒ってるのかな。ニコルンビームで3年5年食っていけるかって話ですよねと挑発的でした。もともとお互いが嫌い同士だったこともあってこのコメントになったようなのですが、このやり取りがきっかけでリューチェルさんの SNS でのフォロワー数が一気に減ったそうです。干された理由3、ペコさんと離婚した理由が自分勝手だと炎上してイメージダウン。結婚前から性自認についての自覚があったにもかかわらず、
ペコさんと結婚してお子さんまでいらっしゃることが大炎上しました。自覚がなくて結婚した後に気がついたのであれば、まだ仕方がないで済んでいたかもしれませんが、そのあたりが世間から厳しい意見がたくさん出てしまう原因だと思われます。またリューチェルさんには整形疑惑がありますが、本人はそれを否定していたようです。リューチェルさんは5月19日胸元が大きく開いたトップスにミニスカを合わせたセクシーな姿を投稿しました。フォロワーからは、谷間のほくろ、色気すごい、谷間に目が行くと驚く声が上がっていました。5月24日夜にはインスタライブを配信し、ファンからの様々な質問に答えていました。どうしてそんなにシュッとしてるの？とリューチェルさんの輪郭を称賛するコメントに対しては、シュッとしてますか？お酒も大好きでむくむこと多いですと照れ笑い、またオーバーリップしてますか？という質問には、してないんですけど、自分のリップの縁取りは意識してやってますとメイクのポイントなどを明かしています。また整形したのコメントに対して、整形はしてないですときっぱり否定しています。私痛いの怖いので多分できないと思いますと説明しました。ヒアルも入れてないというが、もし整形するならという問いには、ガチで今やりたいのは熊取りですと語っています。そしてファンが気になる胸の話題になりました。リューチェルさんは、最近お胸のこととか結構言われるんですけどと切り出し、谷間が見えるような投稿をしているので皆さん興味を持っていらして、パッドではなくてとパッド説は否定しました。また包茎手術については、自分の中で痛いのは苦手なのでそういうことはできないんですけど、ご想像にお任せしますと笑みを浮かべました。そんな最近までインスタでも仕事面でも活発だったリューチェルさんの秘宝がいきなり飛び込んできました。7月12日リューチェルさんは亡くなったことが分かりました。27歳という若さです。12日午後5時半ごろ、東京渋谷区の所属事務所で死亡している状態で発見されたそうです。関係者によると、数日前まで通常通り仕事に励んでいたという話でした。現状死因についてはまだ分かっていません。一部報道で自殺の可能性が高いとのことでした。なぜこのような事態になってしまったのか、今後の発表に注目です。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。